理水田学研究所の森です。今回マイクロブ DB.jp というものに関して紹介します。はい、マイクロブ DB.jp は2011年から開発をして公開しています。原核生物を主にした微生物の統合データベースでして、このサイトからアクセスできます。で、まあ、作っている人たちっていうのは誰かというと、代表は遺伝系の黒川先生が代表になって、まあ、遺伝系のグループと基礎生物学研究所のグループと東工大のグループ、千葉大のグループという4つのグループがメインで作っています。あとは DBCLS の方々に特にセマンティックウェブの技術を使うところで特にお世話になっております。で、ファンディングはこの NBDC からいただいております。微生物統合データベース、微生物のデータベース自体は非常にたくさんもういいものがあります。で、それらの上にさらに統合データベースを作る必要性はなぜあるかということを説明しますけれども、マイクロ DB は基本はもうすでにあるデータっていうのが間をつないでいくっていうことをメインとしています。というのも、遺伝子と系統のリンクをすると、ある系統がどういう遺伝子機能的な特徴があるのかっていうのが分かりますし、遺伝子と表現型をリンクすると、これはまあ最終的な目標だと思いますけれども、ある表現型になっている遺伝子は何なのかっていうのが分かってきます。あとはこの特に最近はもうバクテリアの場合ですと、環境のデータでもたくさん出てきています。それはメタゲノム解析とか 16S リボソーマ RNA 遺伝子のアンプリコン解析とか、そういうので出てきているんですけども、それらの環境というデータと遺伝子とつなぐことで、ある環境で生息するためにはどういう遺伝子機能が重要になってくるのかとか、あとその環境に適応している菌というのはどういう系統なのかということが分かってきます。で、これらのデータ、それぞれはゲノムデータだったり、メタゲノムデータなど、もうすでにデータベース中に公開されているものがたくさんあります。で、それらをつないでいくということがマイクロ DB で主にやっていることです。で、そうすることによって新たな知見を得られるようなデータベースを目指して開発をしています。まあ、こういう、そうですね、遺伝子のデータとか系統のデータとか環境の情報とかを使ってたりします。で、まあ、特に今回強調したいのはマイクロバイオームと言われている、まあ、いわゆるメタゲノムとかアンプリコン解析とかのデータというのは、この公共のリンク開発データベースのリポジトリにものすごい勢いで増えていっています。で、シングルシーケンサーが出た頃の2006年とか7年ぐらいっていうのは全然サンプルの数は多くなかったんですけども、これ年ごとのこの辺のところのデータベースで公開されているアンプリコンとかショットガンのメタゲノムデータっていうのの数を表してますけども、2014年ぐらいで20万サンプルになって、その後はもうほぼ倍々で年々増えていて、今はもう2019年のこれ1週間前ぐらいに調べたんですけど、180万サンプルで 1個ずつのサンプルっていうのはマイセックとかハイセックとかのアンプリコンとかショットガン解析のサンプルというのがこれぐらいの数も公開されています。で、爆発的な勢いで増えているわけですね。で、これらのデータっていうのは環境情報、どういう環境が取ってきたかっていう、そのサンプルを取ってきたかっていう情報と紐づいてますの で、それらをもういろんな研究者がいろんな書き方で書いてますので、我々の方でそれをオントロジー、メオというオントロジーを使って統一してした記述方法で記述し直しています。こうすることでどういう環境由来かっていうのを簡単に検索できるようになります。で、もう一つはこれはまあユーザーからのニーズが非常に高かったので外れたプロジェクトですけども、特に人のマイクロバイオ、人の腸内細菌とか口腔内細菌とかっていうのは病気に非常に関わっているということがいろんな論文で言われています。で、もちろん感染症の場合っていうのはもうそれが原因菌ですけれども、原因菌かどうかわからないですけど、非常に相関が高いっていうような菌がたくさん同定されています。で、それらと微生物群集が発症、人の病気の発症に関係していると言われているような病名と、それがどういう部位で起こるものかっていうのを整理したオントロジーを作りました。で、これらとメタゲノムデータをつなげたりしています。で、マイクロブ DB バージョン3、この12月の今月更新ですになりますけれども、どういうぐらいのデータがあるかというと、ゲノムのデータについてはもう29万ゲノムあります。で、オーソルムのデータっていうのはこれぐらいで、だからジャコレクション、これはもう個々の培養されている菌株のデータですけれども、がこれぐらいのデータで、メタゲノムの方のデータというのは163万とかそれぐらいのサンプルがあります。で、バージョン2っていうのが以前今公開しているようなバージョン2のマイクロブ DB.jp っていうので、マイクロ DB のページにアクセスするとバージョン2のデータが見えるんですけど、この時は2014年のデータでした。その当時はゲノムはこの20分の1だったんですけども、メタゲノムも10分の1だったんですけども、それがこの5年でこれぐらいの数になっています。で、メタゲノムに関しては
これ公共のデータベースに存在するデータというのは単なる配列データとメタデータの集合体で、各配列がどういう系統であるかとか、どういう遺伝子機能を持っているかというのは分かりません。でそれを我々の方で遺伝系のスーパーコンピューターを使って再解析することによって、各スタンプにどういう系統が多くてどういう遺伝子機能が多いかというのを再解析しています。これに非常に時間がかかっていて、まあ、更新が遅くなっている理由の一つが、この解析がものすごく重たいからです。ただまあそれをどんどん解析してやっと更新できるようになりました。それがまあ大体どれぐらいのマイクロバイオのデータがあるかというと、全体で160万サンプルですけど、そのうち人のマイクロバイオ、ほとんど人腸内細菌分子ですけど、それが42万サンプルぐらいと。でマウスの腸内細菌分子系が9万5000サンプル、土壌とか水とかっていうのが20何万件、あとはキーボードとか椅子の上とかエアコンのフィルターとかという人工環境のマイクロバイオの解析が14万サンプル、あとは先ほどの平川先生の方から話がありましたけど、植物に共生している植物の根っこであったり葉っぱの上にいるような微生物群集をマイクロバイオの解析したサンプルというのがかなりの勢いで増えてきています。これらのデータがマイクロビディビジョンで検索できるようになっています。また病気に関して整理していると言っていましたけれども、では人のマイクロバイオのデータで、特に病気について解析したサンプルってのはどれぐらいあるかっていうのを、これもオントロジーアノテーション付けして整理しているのがこの結果です。一番多いのはやっぱ IBD、もう潰瘍性大腸炎っていうような病気ですけれども、これは非常にたくさんの国際プロジェクトによって解析されているので、ものすごい数があります。その後もたくさんのこのサンプルが、病気があるんですが、ほとんどこれ見ていただけると分かるんですけど、バクテリアが原因、もういわゆる感染症と言われているものっていうのはこの中にはほとんどないことが分かります。もうここの咳と虫歯とか歯周炎とかこの辺、あと細菌性窒炎とか、こういうとこれ以外はもうほとんどは感染症と言われているものではないものがマイクロバイオームの解析で行われています。これらのデータほとんどはショットガンではなくてアンプリコン解析ではあるんですけれども、それらのデータをマイクロビディビジョンで検索することができます。で、まあ、こういう今アクセスしていただくとこういうサイトになっていますけども、ここ上でさまざまなメタゲノムデータというのをポチポチとサンプルごとに選択して系統組成だったり遺伝子機能組成というのを、比較解析とか PCA とか PCOA とかの大変量解析等をウェブ上ですることができます。でそれらの具体的な使い方はブースに来ていただければ説明いたします。でここからバージョン3の新機能、今までのところはバージョン2でもできたと12月、今月切り替わるバージョン3ですと、さらに何ができるようになっているかといいますと、一つは、これバージョン2でもこうやってできて、同じようなのができたんですけども、土壌とか、どういう環境の微生物群集ですのメタゲノムデータを取っていますかっていう、土壌で検索した場合、土壌以外のメタゲノムデータっていうのが、この場合だと24万件ぐらいずらっと出てきます。その検索方法がかなり簡単に、ここで弾めようというところで、そういうデータをもう一気に出ると。同様にずっと同じような感じで病気、人のいろんな病気由来のマイクロバイオームデータというのも簡単にこの HMADO、 病名の入力するとキャンサーって書くとも大腸がんだったり、あと肝臓がんとかそういう人由来のマイクロバイオームのデータ、3500件とかぐらいは一気にずらっと取ることができます。またこれも特に日本人のマイクロバイオームの解析をやられている研究者に非常にニーズがあるっていうような方にこれ作ってくれてくれたことなんですけども、日本人由来のマイクロバイオサンプルっていうのを取ることだったり、日本人以外でもいろんなそれこそヨーロッパの人とか中国の人とかっていう特定のエスニシティの方々のデータで取ってくるってことができるようになっています。で、これも必要な理由っていうのはもうそもそも日本人と他の、アメリカの方々とかヨーロッパの方々のだと人腸内細菌分子が違うということはもういろんな論文で報告されてますので、ポピュレーションごとにこういう解析をしないといけないので、こういう絞り込みができるようになっています。他も抗生物質体、抗生物質投与しているか否かとか、あとは年齢だったり性別とか、さまざまなメタデータでマイクロバイオームデータの絞り込み検索ができるようになっております。ということでマイクロバイオーム B バージョン3、今月更新のマイクロバイオームバージョン3ですと、もちろんゲノムデータの力を入れてるんですけど、特に他のデータベースと違うところというのはマイクロバイオームに特化した統合データベースになってきています。その中での環境だったり病気のオントロジーとかを我々の方で自動でアノテーションしていて、
まあ、それを160万サンプル以上でそれらのマイクロバイオンデータを検索することができるようになっています。で、系統組成や遺伝子機能組成の比較解析もこれかなり時間がかかっていて、まだ全部のサンプルの解析終わっていないんですけども、もうスーパーコンピューターで計算が終わった分だけ数ヶ月に一遍どんどん追加で検索できるようにしていっています。現状はもう、まあ、ここでまだ完全には公開できていませんけど、12月中には公開できるようにしています。現状ここでアクセスするとバージョン2のデータが見えますので、バージョン3になった段階でもう一回アナウンスしようと思います。はい、最後にあとはこれも要望が強かったので、自分がマイクロバイオン解析をしたで、もうそういうデータを持っているけれども、それがマイクロ公共のデータのどのサンプルと近いのかとか、どういう特徴があるのかというのを比較解析したいというニーズが非常にありましたので、それができるようなシステムを構築しています。で、通常マイクロバイオンデータを取ると大体ファスト級データが3分で取れますけれども、これを僕の方で作っているヨコミックツールという系統組成を自動的に計算するツールに投げて、ウェブサーバーに投げていただくと系統組成のデータが得られます。で、それを LEA っていう、これはうちのボス族の東さんという方が作っているウェブサーバーですと、ここに載せるとこの上でマイクロボディに入っている公共のメタゲノムデータ全部に対する系統組成の類似性の検索をしてくれて、どのマイクロボディのどのサンプルに一番近いかっていう情報を出してくれたりします。なので、ご自身のマイクロバイオムデータが思っている方っていうのもマイクロボディを使って公共のデータと系統組成で比較することができるということです。ということで、マイクロ DB は、はい、こういう特徴がありますということでした。